はい、それではシンセサイザー V のバージョン2をご提供いただけましたので、早速使いながらファーストインプレッションを語っていきたいと思います。まずはこちらが、立ち上げた状態ですね。単独のアプリケーションで今立ち上げてます。スタンドアローンという状態です。で、もちろん DAW にプラグインとしても起動が可能です。で、全体的には、メニューの位置などは基本的には同じですが、若干洗練されたようなデザインになっているかなと思います。参考までにバージョン1のを表示するとこんな感じですね。まあ、基本は一緒ですが、より見やすくなったかなとも思っています。で、一番パッと見で大きな違い感じたのが、今まではトラックに直接このようにノートが並んでいたのですが、バージョン2以降はこのようなロジックでいうところのリージョンですね。それぞれのソフトによって呼び名が変わりますが、このようなボックスがあって、ボックスごとこのように移動したりできる。これは非常に便利ですね。で、前のバージョンですと、例えば A メロコピペしたいなっていう時に、ノートを全部コピーしてペーストというのをやっていたのですが、まあ、もしくは便利なやり方が何かあるのかもしれなくて、自分が知らないだけなのかもしれないですが、そうやって自分やってました。ただ、リージョンを普通の感覚でこのようにクリックして、このオプションとかを押しながらね、クリックしてこうやってやったらコピーできるんじゃないかと思いきやできないんですね。それはちょっと惜しいところですが、右クリックでコピーして、じゃあこっちのトラックにペーストとやると、まあペーストできると。これがまたずれちゃうのがちょっと気にはなりますが、まあカチッとちょっと動かしたら合ってくれるので、まあそこはさほど問題ではなさそうです。で、このボックスを、切ることもできます。分割ですね。右クリックしてグループを分割、はい、このようにすることで、個別に動かしたりとかできます。これで A メロ B メロとか繰り返しが出てくるときとか非常に楽ですし、見た目的にも作業がしやすいですね。そして使いながら一個発見したのは、このグループごとにボイスを変更したりできるようで、例えばこの1個目がマイで、2個目がじゃあリアムさんにしますみたいなことができるようです。そして何よりも一番売りになっているのが処理速度の向上ですね。こちらがバージョン1に比べてだいぶ速くなったということですので、まずはじゃあバージョン1でボイスをアンロードの状態からじゃあマイにしてみましょう。はい、こんな感じで進んでいきますね。このぐらいのスピード感です。続きましてはバージョン2の方で、こちらも同様に別のボイスを選んだ状態から、じゃあバージョン1の前にしてみましょうか。同じボイスですね。はい、このくらいのスピード感です。だーっと追いつかなくなっちゃったぐらい。まあ、このぐらいのスピード感でレンダリングがされていくと。これは非常にありがたいですね。やはり、ここで時間かかってしまってストレスかかってモチベーションが下がってしまうというのはよくあることですので、これだけでもアップデートする意味はあるかなと思っています。では、気になるサウンドの違い、または、デフォルトで3つボイスがあって、そのうち1つを選択できるということで、じゃあどのボイスがいいのかなっていうのを同じ曲の同じ場所で同じメロディーで比べて聞いてみたいと思います。で、どなたでも7日間デモ期間、トライアル期間がありますので、で、自分も同様にトライアルとして3つ入れてみてます。ではまずマイのバージョン2を聞いてみましょう。こちらのバージョン1との違いも後ほど比べてみたいと思います。で、トライアル状態だとどうやら、このノート数なのか小節数なのかっていうのが決まっているようです。ではここで聞いてみましょう。特にパラメーターは変更していません。街灯の下、静寂の中、冬の息白く照らされてる街角のカフェ。はい、続きましてはこの毛数ですかね、ちょっと読み方が調べないとわからないですが、これを聞いてみましょう。で、こちらの、ライブラリーは中国語向けと書いてありますが、基本的にどのライブラリーも
適した言語っていうのがあるんですが、それ以外で再生しても割とちゃんと再生してくれます。ですのであえて中国語のライブラリーを日本語で再生するっていうのも面白い結果が得られるかもしれません。ではこのライブラリーで日本語の状態で聞いてみましょう。街灯の下静寂の中冬の息白く照らされてる街角のカフェ。はい、こんな感じで、まあ、前が J-POP とかアニソン寄りのはっきりとした感じであれば、こちらは R&B とか宇多田ヒカルさんとかそういった感じのちょっと柔らかいなおかつエモーショナルな、ライブラリーかなと思います。では続きましてリアムさんですね。こちらは男性の英語向けのライブラリーです。街灯の下静寂の中冬の息白く照らされてる街角のカフェ。はい、こんな感じで今までありそうでなかった、パワーがある系の男性ライブラリーですね。同様な方向性で90さんのライブラリーもあるのですが、それとはまた、声の質とかも違うのでバリエーションとしてはありかなと思っています。まあ、こんな感じで英語向けのライブラリーとかを日本語で鳴らすと日本語すぎなくてかっこいい感じの歌い方になるかもしれないですね。個人的にはかなり気に入ってます。では先ほど触れた Y のバージョン1と2の比較を軽くしてみましょう。バージョン1、まずはサウンドの前にこのパラメーターが大きく違いますね。いろんなパラメーターが増えている感じです。ではバージョン1の状態、2の状態続けて聞いてみましょう。街灯の下静寂の中冬の息白く照らされてる街角のカフェ。街灯の下静寂の中冬の息白く照らされてる街角のカフェ。はい、こんな感じの違いになっています。どうでしょう、パッと聞きの印象ではバージョン1の方がはっきりしていて2の方がちょっと柔らかめになってますね。はっきりしている分1の方が機械的と感じるかもしれないので、このあたりは必ずしもどっちがいいというかは好みもあるのかなと思いました。でこんな感じでバージョン1も、バージョン2の本体で鳴らすことができますので、すでにマイを持っている方はこの3つから選びましょうという時にマイのバージョン2を選ばなくてもいいのかなと思いますね。まあ、もともこのマイのサウンドが非常に好きでもっと表現力高めたいという方はバージョン2いいと思いますが、もうすでにバージョン2がある場合は他の2つとか選んだ方がまあ明らかにサウンドが違うので楽しいかなと思います。で自分はバージョン1の別売りライブラリーでケビンさんと90さんっていう男性英語ボーカル持っているので、リアムさんどうしようかなっていう感じでちょっとまだ悩み中ですが、またこの2名とは違った感じなのでもうちょっとパラメーターとかをいじってどのぐらい幅があるのかっていうのを実験してからちょっとどっちか決めたいと思っています。で、あと個人的に細かいところですがいいなと思ったのはこの下にこうヘルプが出ていて、これはバージョン1の時も出てたのですが、例えば、ホイールで横スクロールする時にどれだっけなっていうのをこう押しながらやるわけですが、例えばシフトを押すとこのようにシフトが点灯する、コマンドを押すとコマンドが点灯するとしてくれるので、ここでマウスホイールやったら横方向にズームだなとかっていうのがすぐ分かるようになってます。でこれはバージョン1の時からここにヘルプはあったようですが、押しても点灯しないし、動かしても光ることはないので、どれだっけってなりやすいですね。でしかもこう動かすとなんか違う表示になっちゃうので、ここは非常にいいかなと思いました。で願わくばこれ今横のズームはあるんですが縦のズームもやっぱ欲しいですよね。これは前回のバージョンからなかったので2になったら出てくるかなと思ったんですがなかったので、やはり昨今は画面の大きさも人それぞれ
ですし、家でやる人、外でやる人、まあ縦方向のズームはこちらもねあったらよかったかなと思います。で、冒頭でも触れましたが、こうリージョンカットできるのはいいけど、これをオプションとドラッグでこうコピペしたいっていうところですよね。ここは個人的なリクエストかなと思います。やっぱこのレンダリング早いのはめちゃめちゃいいですね。あとこれは多分、まあ、すぐアップデートとかで改善されてほしいところですが、このテンションっていうあれですね、これをまあ上げていくと張りのある声になっていくんですが、これ全開にすると恐ろしいほどの爆音になってしまって、これ今再生するとめっちゃ割れてるので危ないのでしないですが、こう下げてあげないとこのくらいいけないぐらい爆音になっちゃうんで、これはまあちょっと不便ですね。これは仕様ではないと信じたいです。この 0.8 ぐらいにするとギリ波形が見えるぐらいになりますが、であともう一個リクエストは、このオプションとかなんかコマンドとか、まあコントロールとか押して押すと、普通だったらピッてデフォルト値に0とかに戻る仕様が多いと思うんですが、うちの環境なのかそういう仕様なのか、バードの1の時から戻らなかったので、まあここは戻るようになったらいいなと思います。でこれだけパラメータが出てきたので、増えたので表現力も絶対広がってるはずなんで、ちょ全部を試すことはできないんですが、軽く上げ下げしてみましょう。でやっぱり消費速度が速くなったってことで、再生しながら上げ下げして変えたりっていうのができるので、それが非常に便利ですね。街灯の下、静寂の中、冬の息白く照らされてる街角のカフェ、街灯の下、静寂の中、冬の息白く照らす街灯の下、静寂の中、冬の街灯の下、静寂の中、冬街灯の下、静寂の中。はい、こんな感じで可愛い系の声にもできますし、より張りのある、あるいはちょっとお姉さん感が出るような声にもできるので、より表現力の幅広がって楽しみも増えたかなと思います。じゃあその他のライブラリーもいろいろパラメータ変えてみましょう。じゃあリアムさんですね。結構男性ボーカルで自分が一番気にするところとしては、やっぱり高いところに行くとファルセットになって細くなっちゃう、まあそれは細くなっちゃうライブラリーっていうのがやっぱり女性男性問わずですがいくつかあって、まあ、それが求める表現方法だったらいいんですが、こうパリッと地声で言ってほしいところでファルセットになっちゃうと、ちょっと思ってた迫力と変わってしまうなっていうことがあるので、こちらのライブラリーはどうでしょうか。ちょっと再生してみます。 Two hours 光るネオン浴びて、君と夜を駆け抜けるよ。はい、結構張りを保ってくれますね。でここら辺はこのパラメータ、例えばソフトとかを上げたりとかすると、よりファルセット寄りに優しく歌ってくれるはずです。 Two hours 光るネオン浴びて、君と夜を駆け抜けるよ。はい、こんな感じですね。じゃあヘビーとかも上げてみましょうか。 Two hours 光るネオン浴びて、君と夜を駆け抜けるよ。ささやき系もあったりとか、これはホースというしわがれた声という意味らしいですが、 Two hours 光るネオン浴びて、前で言うとこのブレスを上げたような感じでしょうか。あとはラウンデとか丸いってことでしょうかね。 Two hours 光るネオン浴びて、結構柔らかめに表現するパラメーターは多いみたいですね。じゃあヘビーとブライト全開とかだとどうなるか。 Two hours 光るネオン浴びて、君と
はい、こんな感じで、これが前回のパワーって感じですね。かなり力のあるライブラリ感と思いました。では最後にこのモースーさんを聞いてみましょう。To us 光るネオン浴びて君と夜を駆け抜けるよ。はい、結構ビブラートが細かいデフォルトだとかかるような感じですね。ここら辺はパラメータが調整できるので、ちょっとビブラートが多いよっていう場合は下げてあげるといいかなと思ってます。ちょっと聞いてみましょう。伸びて君と伸びて君と夜、うん、こんな感じで調整することもできます。もちろんこう複数選んで全部一括で下げたり上げたりっていうのもできます。で、あとはそのビブラートがかかるタイミングですね。ロングトーンとか、あと最初はまっすぐ伸ばして、どのくらいのタイミングでビブラートかけ始めるかとか、そういうのも調節はできるので、ここら辺の処理速度も上がってるし、挙動も良さげなので、今まではいろいろエディットしてこう時間かかるからもう嫌っていう感じの諦めてた部分とかもより深く追求できるようになってるかなと思います。ではこちらもパラメータいろいろ変えてみましょう。 To our us 光るネオン浴びて君と夜を駆け抜く。 To our us 光るネオン伸びて君と夜を駆け抜けるよ。 To our us 光るネオン伸びて君と夜を駆け抜。はい、こんな感じでパラメータ変更すると表現力がアップするような感じですね。はい、以上はシンセサイザー V バージョン2のクイックレビューでした。また新しいこととか見つけたら動画にして発信していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。